こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。ギターという検索ワードで出品検索してみた。いらないギターの人気の高さに超びっくりです。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。はい、えー。この動画では、ギターという検索ワードで、まあ、商品ね、出品して商品検索してみましたので、ぜひね、紹介させていただきます。はい。えー、ここですね、ギターと、えー、追加してください。 こうですね売り切れ完了ですね、はいえー。そうしますと、こういったいっぱいギターが出てきまして、結構ですね、まあ、5600円とか、まあ、高いのです、30万ぐらいっちゃいます。プレミアで。はいいろいろ見てみたんですけど、結構ですね、あの程度がいい商品っていうのはです、ねまあこういう、例えばです、ね、こういったほぼ新品とかね、ちょっと見てみますね、廃盤ギターとかあるんですけど、はいえー、こういう。 ミシオに近いとかね、まあ、中古でも、まあ、使ってない商品ですね。ですと、まあ、結構、あの、これ15万3 1 9ないてあるんですけど、もう結構、綺麗に使っているギターでしたら、結構高く売れてるみたいなんで、まあ、ぜひね、こういった商品を持っている方ね、売っていただければいいかと思います。で、あの、多少傷あってもですね、あの1万円ぐらいでメールカリで出すと売れていますので、7000とかね、8000とか、まあ、調べていただくとわかると思いますので、ぜひね、 まあこういったあの、北すごい人気なので、ぜひ持ってる方、メールから出品していただければね、もうすごくね、お金、元気になりますので、ぜひね、出品してみてください。はい。はい。えー、LINE 登録お願いします。LINE としていただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。その際ですね、ニックネームかスタンプをお願いします。はい。あとですね、えー、YouTube からしても一切受け付けてません。LINE アット登録をね、よろしくお願いします。 本日はサウを見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。